亀田くん2回目の登場。確かにいいですか。太鼓の達人14で150万点出る曲があるらしい。嘘つくのやめてもらっていいですか。嘘じゃねえ。やばい。いや、マグ雪。おお。おお、何これ。死んだモード。あ、こっちか。新内ね。新内で。うん、まあ新内か。死んでねえよ。ボケました。で、これを。これを消すことが。今日の動画は以上です。違うわ。あ、違う。ああ、出た。メンテ悪いけど。やろ。はい。裏なってる、手なってる、はい、ちょっとわかんねえな、暴走してる、スキルついてるなんかごぼうのささがきの途中のごぼうみたいな。豚汁でも作んの。右、右、右、右か、これこっちやばい。あ、反応する。何反応する。まあ、この間にこのモードの解説をしてると、まあ、昔からあったっていうか今もそうなんだけど、新打ちモードってあるやん。新打ちっていう、まあ、要は太鼓の換算ってもともとは、あ、今はないのか。もともとって乗算式というか増えていくのよな。コンボによって点数が上がっていくのよ。で、要はコンボが切れると点数がその分落ちるっていう、もともと太鼓はそうだったんだけど、そう、今はもう変わっちゃって全部新打ちモードみたいな、まあ、グリーンバージョンとかの新打ちみたいな状態。だって14から新打ちに入ったんだっけ。そうっすね、解体場で入った。あー、そうだそうだ、確かにそうだ、確かに。嘘つくのやめてもらっていいですか。これガチだよ。ガチ、これはガチ。これもか。今現在の点数を見てみましょう。高え、もうすでに高え。まあ、本来星10ってもともとは120万点ぐらいは高いとしてやってるんだけど、今のこの時点で120万超えてくる。普通にやると102万ぐらい。そう、まだ102万ぐらい本来だったら。やばい、歴代全員じゃない俺。とんでもないスパイ。140は行きたい。おお、すげえ。すげえ。すげえ、80万ぐらいだったこっち。もうすげえ。141万。これもポイント台だったら全。そう、この新打ちモードっていうのが点数消えちゃったよ。でもさ、昔さ、12増量版の中の時はさ、風船込みでさ、100万になるようになったからさ。トルコースも80何万ってあったやん。そう、12の時は風船を全部割る前提で120万に設定されてた時期が一瞬あったのよ。あ、そうなんですか。そう、だからウラロを全量したとしても90何万とかしかいかないみたいな時期があった。ウラロ12の増量版からですか。そう、そんなことしちゃうんですか。結構えぐいんだよ。